待てよ、資料を共有してない、ルルルル言いながら共有始めます。はい、でははい、ありがとうございます。では時間になりましたので始めさせていただきます。ありがとうございます。今日はいつも以上にスタンプが多くて、もう言う前からいただいてて大変ありがとうございます。そうですね、下にスタンプがありますよ、ありまして、イエイ、どんどん押していただくの歓迎です。またそうですね、今のこの時点で声が聞こえてないぞという方はこの声も聞こえてないと思いつつご案内しますと、スピーカーボリュームを確認したり、ブラウザを閉じて私みたいに再度アクセスして、それでも挫折した場合は YouTube ライブという便利なものもございますのでご活用ください。私、福間と申します。ブリッジターミナルの紹介を少しさせていただきます。ブリッジターミナル大崎にある建屋最上階南端にあるコミュニティスペースで、社員はもちろん社外の方々もたくさん招いて、いろんなことに使えるコミュニティスペースになっております。イベントの方もですね、2016年秋オープン、2017年頃から、事務局でもちょっと試しにやってみるってのを始めていて、最初の方はそうですね、隔月で20名マックスで始めたと思うんですけど、その後次第に参加者数も増え、登壇を希望いただける方も増えていくうちに、トライアルをしてたつもりが立派な私の趣味にもなりましてですね、喜んでこういうのを業務外でやらさせていただいている感じです。おかげさまで幅広い、方々とお会いできたり、その方々のお話を聞いた後の懇親が何より楽しくて、続けている感じですね。この辺りからオンラインの時代になりまして、しばらく休んでいたのですけど、オンライン上で講演と懇親ができるようにいろいろ工夫させていただいて、それも2年強ですね、続いております。オンラインはオンラインの良さもありまして、例えば今日のあや様はですね、インドから遠隔でこういった登壇をいただけるという、いい時代になったなっていう感じですし、参加者の方も全国から来ていただいているみたいで、こちらもやっぱり大変ありがたい感じだと思います。もちろんこの場所ですね、社員が好きに使っていいっていう場所を利用したものになってますので、業務とは特に関係ないんだけど、なんかみんなに伝えてみたいとか、逆に知り合いで弊社社員メインで社外の人も入れるようなバーチャルな空間に、登壇してみたいみたいな方いましたら、どしどしお話を進めていただけるととても嬉しいです。そうですね、もうそうそう5月になり、6月になったので7月のあたりですね、このあたりになったかなと。はい、リアルの様子こんな感じで、もうそろそろ再開も始めたいと思いますので、興味持っていただきましたらそちらの案内も楽しみにしておいていただけると嬉しいです。はい、今日はですね、真鍋綾様にお越しいただいております。春ごろに来ていただいて今回2回目になります。前回も非常に好評だったんですけど、今回眠りのヨガというテーマで案内させていただいたところ、前回の倍近くの参加登録者数かな、いただいております。私も非常に聞くのが楽しみです。では改めまして、拍手スタンプでお迎えください。真鍋綾様になります。はい、ありがとうございます。はい、はい、はい、皆様見えてますでしょうか。はい、では、ふまさん、ご紹介ありがとうございます。眠りのヨガについて講演会を始めさせていただきます。本日はお越しいただきありがとうございます。
非常にたくさんの参加登録をいただいたと伺っております。今日のテーマである眠りについての関心の高さかなと思っています。お役に立てるように、何時間になれば幸いです。短時間ではありますが、今日は眠りのヨーガについての概要と、あと、その体験までぜひ楽しんでいただければと思います。ぜひくつろいでご参加ください。では最初に自己紹介をさせていただきます。真鍋彩と申します。会社員から転身してヨガ講師となり、ナマシバヤヨーガというインドに本校のある瞑想とヨーガのインターナショナルスクールを主催しております。前回の講演でヨガの意味はつながりということをお話しさせていただきました。ヨガはよく旅に例えられるので旅人のイラストを載せてみたんですけれども、ヨガを学ぶことで自分の人生の地図がだんだん読めるようになってきて、自分の過去や未来がつながっていくような、そんな旅を私自身も歩んでいる途中です。まだまだこう人生をかけて学んでいっている最中なんですけれども、インド古来のこういったツールを広める活動としてヨガの講師養成講座や、ヨガクラスをインドや日本、そしてオンラインで、行っております。では、早速今日のテーマの眠りのヨーガについてお話をさせていただきます。眠りのヨーガはあまり知られていませんけれども、最近、注目されるようになった伝統的なヨガの技法です。ヨガ用語ではヨガニドラと、サンスクリット語で言います。ニドラがまさに眠りを意味しています。このいわば、ヨガ的な眠りは普通の眠りとは少し異なってきますので、どう違っていて、実践にどんな意味があるのかというのをご紹介していきたいと思います。ヨガニドラ、眠りのヨガはこういったイラストにあるようなシャバアーサナという仰向けのポーズの状態で、基本は音声ガイドを聞きながら、心身のさまざまな部分をリラックスさせていく手法です。簡単に言うと、寝たまま聞くだけのヨガですので楽ちんです。目を閉じられる静かな環境さえあれば、実践できるものです。で、とてもやりやすいものです。所要時間は15分から30分がおすすめで、これも割と短い時間ですので、忙しい日々の隙間時間を見つけてやってみることができます。で、これを実践すると、1つ目、深いリラクゼーションが味わえる。2つ目、潜在意識の印象を消すことができます。で、潜在意識の印象って何かなと思われると思いますが、後ほど説明していきます。で、それによってポジティブな思考を育んでいくことができます。まずここでは、眠りのヨガとは単なる癒しにとどまらない、癒しプラスアルファの効能が短時間の実践で期待できるとご理解いただけたらと思います。実践の特徴です。体は全く動かさない状態を維持します。屍のポーズと呼ばれるシャバアーサナを維持します。ガイドの声を聞いて意識を次から次へと動かします。何かを考えたりとか分析したり思い出したりするというようなマインドの活動は一切必要ないです。普通の眠りと違って目を閉じていても意識のある状態を維持していくのがポイントです。結果的に深く眠ってしまうのは OK です。またうまく眠れない人が入眠のために使うこともあって、それも OK です。理想的には覚醒状態と眠りの状態の間のスレスレの感じを維持していきます。
で、普通の眠りとの違いは、ここでは脳波を見ていきたいと思います。脳波は、周波数により4つの区分で名前が付けられています。覚醒時は β 波が主体となって、低振幅の波が続きます。次に、目を閉じていて、起きている状態など、リラックスしている時には、α 波が出現していきます。睡眠に入ろうとする状態では、θ 波が現れて、深い眠りに入ると、高振幅の幅で、波であるデルタ波が生じることが分かっています。ヨガニドラは通常の眠りとは異なって、アルファ波を基本として、その中で、時折ベータ波とデルタ波が出現していきます。これによって深いリラクゼーションが味わえると言われています。この脳波の観点からも普通の眠りとは別物であると考えてもらえたらと思います。次に効果です。このような効果がすでに立証されています。読み上げると呼吸数が減り、深くゆったりとした呼吸になる。血圧が低下する。交感神経が落ち着く。緊張が緩和される、不眠症が緩和される、疲労の原因となる血中の乳酸が減少する、精神疾患への改善、怒りや不安などの感情が軽減される、記憶力が向上する、PMS 時の不安や落ち込みを軽減する、コルチゾールとか、アドレナリンといったストレスホルモンが減ったり、セロトニンやオキシトシン、ドーパミンといった幸せホルモンが増えていきます。眠りのヨガを継続すると、こういった素晴らしい効果があり、それだけにとどまらないのがすごいところです。では、実践の目的の一つ目、深いリラクゼーションとは何かを考えるとき、まず逆に緊張しているところ、リラックスする必要がある部位について考えていきたいと思います。例えば今皆さんの体で、肉体で緊張している部分はないでしょうか。肩こりとか腰痛とか、胃の中がキリキリしているとか。眠りのヨガでは仰向けのポーズで寝る姿勢をとることによって、体への負担が最もかかりにくい姿勢を作っていきます。厳密に言うと個人差、症状の違いなどありますので、膝を立てて寝た方がいいとか、妊婦さんだと横向きの方がいいとかありますが、今日はお一人一人確認ができませんので、仰向けで寝ることを基本として誘導していきたいと思っています。また、少しのヨガポーズをすることによって、体への緊張をほどいてから、仰向けで休むと、より効果が高くなっていきます。ですので、後ほど、少し時間があれば、座ったままできるようなポーズも行っていきたいと思います。で眠りの、ヨガのガイド中、で、体の各部を意識的にタッピングしていくというテクニックを使います。それによって全身の緊張がほぐれていきます。まず、肉体のリラクゼーションが一つです。で次に、二つ目、精神の緊張について考えていきます。不安やイライラなど、過剰な精神活動から来るものです。同じ思考がぐるぐると回っていたり、ネガティブな感情を抱き続けたりする精神的なストレスのことです。これは眠りのヨガ中に、お伝えするポジティブな思考を育てるようなストーリーですとか、ビジュアライゼーションという視覚化を促すガイドを使いながら、過度に緊張状態を引き起こしている思考の原因や感情を手放していきます。次に、さらにもっと内側の緊張も取り除いていきます。今日は深入りしませんが、ヨガにおいては自己の奥深い部分に存在する核である真の自己
があると捉えます。でその真の自己の存在を悟ることが最終目標です。これを悟りとか解脱と呼びます。私たちはその真の自己を知らないために根本的には無知の部分があるとされます。その無知がある種の社会での縛りを生み出して根本的な緊張を生み出していると言われています。最終的にはその縛りさえも解放して真の自由を得るためにこういう眠りのヨガのテクニックも存在しています。眠りのヨガの実践がよくできるようになると言葉にならない至福を味わうことがあります。一度で気持ちよかったと思える人もいれば、他のことを考えちゃってうまくできなかったとか、熟睡してしまって何も覚えていないという人もいますので、一度に限らず、ぜひ継続してやってみることをお勧めします。では、深いリラクゼーションに、続き、二つ目の目的、潜在意識の印象を消すという話に移っていきたいと思います。意識とは、マインドというふうに読んでもいいですが、意識にはどんな種類があるかご存知でしょうか。これを理解するのによく氷山が使われます。氷山の表に出ている部分、表面に出ている部分は潜在意識、コンシャスマインド。で今皆さんが意識を働かせて話を聞いてくださっているこの状態のところです。つまり目を開けていて五感からさまざまな情報を得て処理している状態です。これはまさに氷山の一角で水面下にはもっと大きな部分が隠れています。この隠れている部分が潜在意識、サブコンシャスマインドです。体のさまざまな部分も潜在意識によって機能しています。日本語ではよく、無意識に何かをするという表現がありますけれども、これは実際には潜在意識の働きで、意識せずにこう潜在意識の働きでそうしてしまうことを言っています。ちなみに、ヨガで無意識、アンコンシャスマインドとは、意識が全く働いていない状態、それはつまり深く眠っている状態を意味しています。で今回お話しする潜在意識がなぜ重要かというと、起きている間に行う活動のすべて、つまり、潜在意識の部分で、体験することすべて、が記憶として潜在意識に保存されていくからです。これらの記憶された記憶のうち必要な時に意識の層に上がってくるものもあれば、半永久的に眠っている、つまり思い出せないような記憶も含めて全てが潜在意識の中に保存されています。一瞬でも考えたこと、言葉にして発したこと、体験したことのすべてが印象となって残っていきます。ですから、何を考えるか、何を発言するか、というのは非常に、注意深くしていくことが大切です。この印象のことをヨガ用語ではサムスカーラというふうに呼んでいます。ほとんど忘れてしまっているような印象は、この絵で言うと鉛筆で描いたような薄い線のものです。しかしながら何度も何度も繰り返し考えていることですとか、強烈な出来事などは潜在意識に深く刻まれていきます。油性ペンで描いた文字、さらには彫刻刀で彫ったような深く刻まれたものを想像してもらうと分かりやすいかと思います。深く刻まれた印象というのは習慣的な思考になって、何度も何度も意識の層に上がって人生に大きな影響を及ぼしていきます。簡単には消せそうにないものです。
皆さんにはどんな印象があるか、考えてみたいと思います。例えば人生で一番嬉しかったことは何ですか？パッと浮かび上がるその出来事は強い印象として刻まれているものの例です。他の例でいくと、例えばスタバに行ったら必ずソイラテをオーダーする人がいたとします。その人はそれが良いと思っていて、自分の中で強い印象として残っているので、それを何度も繰り返し行います。習慣的な思考とはまさに潜在意識に深く印象付けられたものです。これがポジティブなものならまだいいんですけれども、ネガティブな思考だと、人生の障害になりかねません。眠りのヨーガにおいては、この潜在意識に刻まれた印象も消し、潜在意識を浄化していくという過程があります。さて、今日はちょうど七夕なんですが、皆さんには何か実現したい願い事はありますでしょうか？ね、眠りのヨーガのテクニックの中で、実は願い事を唱えるという時間があります。なぜなら、眠りのヨーガにおいては潜在意識が浄化されるので、新たな種、思考の種を植えるには最適だと考えられています。眠りのヨーガ中に蒔いた種は必ず実現される、実ると言われています。これは、古代のテクニックです。この願い事、思考、もしくは目標や意図のことをヨガ用語でサンカルパと呼んでいます。現代でいうアファメーションのようなものです。私は何々である。私は何々をしているという端的な一文をぜひ今、作ってみてください。現在形で肯定文で作ることがポイントです。未来形とか否定文ではなく、すでに実現している状態を表すような一文にするといいです。例えば、簡単な例で言うと、私は健康であるとか、私は何々のプロジェクトに成功しているなどです。何でも良いので、一つ考えてみてください。これを、実現するまで、毎回眠りのヨーガの実践時に、繰り返し唱えていきます。で、眠りのヨーガでは、このように、潜在意識に刻まれた印象をまずと、取り除いていきます。つまり土に残っている良くない思考ですね、雑草を抜いていく、ような過程です。ですので潜在的にすっきりするだけでなく、そこに新たなポジティブな種をまいていくので、その種が育ちやすい、願いが叶いやすい状態を作っていきます。まとめると、眠りのヨーガとは、心身をリラックスさせる。マインドの雑草を抜いて、土をきれいにする。潜在意識の印象を消すという部分です。それらによって、新たなポジティブな思考を育てる。願いを叶える。こういった目的を持って実践をしていきます。はい。それでは、ぜひ実践をしていきたいなと思います。で、最初は、まあ、皆さんまだこのままで、椅子に座った状態で少し体を動かしたいと思います。で、その後は仰向けに、このような形で寝ていきます。ベッドでもいいですし、床、ヨガマットがあればヨガマット、もし寝転がれる場所がなければ、椅子やソファーに、座っていても OK です。私の、声が、音声が聞こえる状態を維持していきます。
では一旦画面の共有を切っていきますので、座った状態のまま、ポーズをしていきたいと思います。はい、では、椅子に座ったまま少しほぐしていきましょう。で、両足ですね。できれば、床に、べったりとつけて、足先が正面を向くようにしておきましょう。椅子に座っている人、ソファに座っている人は、少し浅めに、腰掛けておきます。背筋をスーッと伸ばしていきましょう。では、軽く目を閉じていきます。少し呼吸を整えます。今ある呼吸を吐いて、自然に吸う息が入っていきます。数回ご自身のペースで息を吐いていきましょう。口からでも鼻からでもいいです。吐いて、疲れや緊張をほどいていきます。次に息を吸った時に背筋がスーッと伸びていきます。繰り返して吐いて。今、体全身を見て、どこか体の部分が緊張していたり、こわばっていたり、違和感を感じる部分がもしあれば、吸う息でその部分に呼吸を送っていくようにしましょう。呼吸を見ていくと、だんだんと滑らかな、柔らかい、そしてわずかな呼吸に変わっていきます。それでは顎を軽く引いて、ゆっくりまばたきをしながら中心に顔を戻していきましょう。では首から少しほぐしていきます。手を頭の後ろで組みます。でそのまま吐いて顎を胸の方に引いていきましょう。肘も楽にして手の重みを後頭部にかけていきます。目を閉じて、息をゆったりと吐いて、首の裏側が気持ちよく伸びています。それでは次の吸い息でゆっくりと顔を起こして、今度は後頭部で手を押すようにしていきましょう。見上げていきます。胸を開いていきます。肘をぐっと後ろに引いて、肩甲骨を中心に寄せるようにします。しばらくここで数回呼吸をします。目を閉じたい人は閉じたまま行いましょう。もう一度吐いて同じ動作です。顎を胸の方に引いて、肘は楽にして腕の重みを頭の後ろで感じます。吸って、顔を正面から天井を見上げていきます。肩甲骨をキュッと中心に寄せて胸が開いていきます。吐く息で中心に戻ったら一度手を下ろしましょう。では、右腕を上に上げて左耳を軽く触ります。そのまま頭をかしげるように右側に倒していきましょう。背骨はまっすぐのままです。目を閉じて優しい呼吸をして、首の横から肩まで心地よい呼吸が流れていきます。今度右手を少し耳の後ろ側に置いて、右斜め方向に頭を倒していきましょう。手の重みを感じながら首筋の異なる部分が伸びます。
吸ってゆっくりと右腕を持ち上げて顔を腰吐いて手を膝に下ろします。反対側行きましょう。吸う息で左腕を上げたら右耳軽く触り左側に頭を倒します。目を閉じて優しい呼吸を続けましょう。疲れている方に今日もお疲れ様と優しい呼吸を送っていきます。では手の位置を少し後ろにずらして左斜め方向に頭を倒していきましょう。吸ってゆっくりと頭を起こして吐いて手を解放します。では手を胸の中心で合わせて指を絡めたらくるっと返して天井を押すようにして背伸びをしましょう。思いっきり伸びて伸びて伸びて吐いて脱力。はぁ、肩の力を抜きます。もう少し続けます。右手は、膝もしくは椅子を持てる人は持っておきましょう。吸って左腕を上げて横に倒れていきます。長い背骨を維持したまま頭頂を遠くへ遠くへ伸ばしていきましょう。お尻が浮かないところでストップしたらできる人は目線を天井の方に上げていきます。呼吸を開いている、左胸郭の方に送っていきましょう。吸ってゆっくりと上体を起こして吐いて下ろします。反対側行きます。吸って右腕を上げて吐きながら真横に背骨を倒していきましょう。吸って目線を上げて吐いて心地よい呼吸が背骨を通っていきます。吸う息で上体を起こして吐いて下ろします。ではそのまま右手で左膝の外側を持ちます。左手は手の甲を背中に当てておくか椅子の背もたれある人は背もたれ持ってても OK です。ねじっていきましょう。吸って頭頂引き上げて吐いて背骨の一番下から一つ一つねじっていきます。目を閉じて今体のどの部分に効いているかなというのを感じてみましょう。ゆったりとした呼吸。で吐いて中心に戻っていきます。反対側左手で右膝の外側を持ち、右手は背中に回すか背もたれに持ちます。吸って頭頂引き上げて吐いて背骨の一番下からねじります。目を閉じて大きな呼吸をしてお腹が膨らんだりへこんだりします。で吐く息で中心に戻りましょう。では最後手を膝の上に置いて膝から膝下、すねとずっとなぞるようにしながら少しずつ前屈をしていきます。できるところまでで OK です。お腹や胸がももの上に乗る人は完全に乗せてしまって頭や首もだらんとリラックスさせていきましょう。上半身の力を完全に抜いていきます。優しい呼吸をして、では次の吸い息で手で足をなぞりながらゆっくりと中心に戻っていきましょう。はい、それでは、ポーズはここまでで、皆さんは仰向けになれる人は、ベッドとか床、ヨガマットの方に移っていきます。もし椅子に座ったままの人は、例えばクッションなんか後ろに置いたりすると、少しくつろげます。では、仰向けの状態に寝転がっていきます。両足は腰幅程度に広げていきましょう。
足先をイライライラーと動かして、つま先が自然と外側に向くところを見つけます。腕は体からほんの少し離して、脇の下に握り拳一つ分ある状態を作ります。手の甲が床、手のひらが上に向いている状態です。肩が寝ていてもすくみやすいので、ぎゅっと下に下げておきましょう。腕の重みを感じていきます。指一本一本は優しく広がっていきます。首の後ろ側は楽に伸びています。顎が上がりすぎている人は少し引いて、首裏が楽な状態を作っていきましょう。優しく頭を左右に揺らして、後頭部をマットになじませていきます。まぶたを閉じていきましょう。今ある呼吸を感じてみます。ただ感じるだけです。呼吸をコントロールしようとせずに、ただそこにある呼吸を認めていきます。吸う息と吐く息が繰り返されていきます。とても繊細な呼吸に変わっていきます。眠りのヨーガの実践は、今の仰向けの姿勢を維持していきます。そのまま体はなるべく動かさず、意識を肉体からより微細なところへと深めていきます。ガイドの声に耳を傾けましょう。その声に従って意識を移動させていきます。聞こえてくる内容をもとに何かを考えたり、分析したり、思い出そうとする必要はありません。ただ聞くだけで良いのです。また深い眠りに落ちてしまわないようにします。眠りと覚醒の間の状態を維持していきます。でももしも眠ってしまったら、それは神経が休みを、休息を必要としていたと理解して許してあげましょう。それでは、サンカルパ、先ほど作成した一文を唱えていきます。目標や意図、願い事です。なりたい姿や目標とする状態を一文にしていきます。これを3回、心の中で噛み締めながら唱えていきましょう。それでは意識を体の各部に移していきます。今からお伝えする体の各部分を意識するだけで、大丈夫です。では右側から、右の足の親指、人差し指、中指、薬指、小指、つま先全体、足裏、土踏まず、かかと、足の甲、くるぶし、足首、右の足先全体、右の足先全体、右のすね、ふくらはぎ、膝、膝裏、前もも、もも裏、足の付け根、右足全体、
右足全体、右の骨盤、ウエスト、脇腹、脇、右体側全体、右体側全体、右肩、二の腕、上腕、肘、前腕、手首、右の腕全体、右の腕全体、右手の指、親指、人差し指、中指、薬指、小指、右手の甲、右手のひら、右手全体、右手全体。左側から左の足の親指、人差し指、中指、薬指、小指、つま先全体、足裏、土踏まず、かかと、足の甲、くるぶし、足首、左の足先全体、左の足先全体、左のすね、ふくらはぎ、膝、膝裏、前もも、もも裏、足の付け根、左足全体、左足全体、左の骨盤、ウエスト、脇腹、脇、左体側全体、左体側全体、左肩、二の腕、上腕、肘、前腕、手首、左の腕全体、左の腕全体、左手の指、親指、人差し指、中指、薬指、小指、左手の甲、左手のひら、左手全体、左手全体、体の前面、下腹部、お腹、おへそ、みぞおち、胸、鎖骨、喉、体の前面全体、体の前面全体、体の背面、お尻、腰、背中中部、背中上部、背骨、肩甲骨、首の裏側、体の背面全体、体の背面全体、顔、顎、唇、鼻、目、眉、こめかみ、頬、耳、眉間、おでこ、顔全体、
顔全体、頭、後頭部、側頭部、前頭部、頭頂、頭全体、頭全体、体全身、体全身、これから一つストーリーをお伝えします。ある早朝の日を想像します。あなたは家の中に一人、ふと目を覚まします。外はまだ薄暗く、鳥のさえずりが聞こえ始めます。まもなくして玄関の扉をノックする音が聞こえてきます。あなたは扉の方へ行き、そっと扉を開きます。そこにはある見知らぬ人が立っていて、軽くお辞儀をしています。ご用は何ですかと聞きます。するとその人は答えます。私は山の案内人です。あなたに見せたい山があるので、一緒に登りませんかと。あなたはその人を知りませんでしたが、なぜか親近感を覚えました。そしてその山に登ろうという気になります。あなたは靴を履き、家を出発します。案内人は、さあ行こうと微笑みながら歩き始めます。あなたはただ案内人の後ろをついていきます。山のふもとに着きました。高い木々に囲まれた静かな山道が見えます。あなたの心がワクワクしています。案内人は早歩きで登っていきます。あなたは遅れまいと後を続きます。ひたすら歩きます。だんだん道が険しくなっていきます。途中で足を休めることにします。案内人はもう少しですよと先の方から励ましの声をかけてくれています。あなたはよし、頑張ろうと思い登り続けます。案内人は頂上へ到着したようです。こっちへおいでよ。素晴らしい景色が見えるよ。と大きな声で言っています。最後の力を振り絞り、頂上へ着きました。いつの間にか太陽が昇り、明るくなっています。あなたの心は喜びであふれます。そこから見渡せる絶景に息をのみます。遠くの方には自分の家も見えています。案内人は優しく微笑みかけ、さあ行くよと言って、頂上から羽ばたいて空へと舞い上がっていきます。あなたも続いて空へと旅立ちます。それでは最初に唱えたサンカルパ、願い事をもう一度心の中で3回唱えていきましょう。少しずつ意識を呼吸に戻していきます。
体を目覚めさせる準備をしていきます。指先、つま先を動かして、足首、手首を回します。首を左右に揺らします。一度伸びをしましょう。両足を揃えて、両手を頭の上で組んで、伸びをします。伸びて、伸びて、伸びて、脱力。寝転がっている人は、両膝を立てて、どちらかにゴローンと転がりましょう。準備ができたら、手をついてゆっくりと起き上がり、目を閉じたまま足を組んで座っていきます。それでは両手を胸の前で合わせます。今日ヨガの実践を行ったご自身へ感謝といたわりの気持ちを伝えます。それではゆっくりと目を開いて中心に戻っていきましょう。眠りのヨガの講演会と実践会はここまでになります。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。たくさんの拍手を。もしかしたら福間さんはいらっしゃる眠ってしまっていますか？聞こえます？はい、聞こえます。よかったです。相変わらずカメラは映らないので、あの折れない心を持って、あのこの続きをご案内させていただきます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとう。はい、あの重ねて学んべあや様ありがとうございました。ではあの来週以降のイベント予定をご案内させていただいてから、早速懇親会の方に移りたいと思いますので、ぜひあのチャンネルはこのままでよろしくお願いします。はい、来週以降の予定です。あの目標達成と習慣化の取説のお話や非言語コミュニケーションのお話、計画的偶発性とつながり連鎖のお話や、ミーニングノートの実践ワークショップ、人生が豊かになる水墨画のお話や、笑顔を撮る写真の方法、インプットアウトプット術のお話や、マネープランと人生設計のお話、帝王学のお話や、ディープテックのお話や、ダイバーシティやインクルージョンのお話や、楽しい勉強法のお話など予定されております。もう一個やった、ごめんなさい。市議選に出てみたらマーケティング戦略がすごく勉強になるよっていう面白いお話などもございます。これらのお話に興味を持っていただける方はですね、あの社外の方だと、いいね&フォローが、いいね&フォローいただけるとメンションが飛ぶらしいので、よければご活用ください。改めまして、本日も誠にありがとうございました。募る話はですね、 Q&A 懇親会で直接インタラクティブなお話できますので、ぜひあのご参加お願いいたします。またアンケートもあのイベント案内に、合わせてお送りしておりますので、ぜひぜひ、ご協力いただけると嬉しいです。最後に改めまして、素敵なあのワークショップもいただいたあや様に盛大なる拍手スタンプはすでにいただいてますけど、さらに盛大にお願いいたします。ありがとうございます。はい、ありがとうございました、ね、ぜひ質問とか感想とか、ありましたら
懇親会の会場の方でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。それではこちらで YouTube の方は配信を停止させていただきます。重ねてありがとうございました。